ぞ一度目はキラキラ輝いた私たちクソモーメントアイルプラスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、紫色担当の白石リリカです。よろしくお願いします。リリちゃん。はい、アール担当最年長の有村ノアです。よろしくお願いします。マーチ。はい、白色担当ゆきちゃんこと古川ゆきです。よろしくお願いします。リリちゃん。はい、水色担当の中村リレンです。よろしくお願いします。リレンが一番かわいいよ。はい、本日は春季生徒祭の方にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、春季さんちょっと高熱のため、いないんですけれども、本人不在の誕生日会ということでね、そう、春季さんいないんですけれども、ね、まあ、春季さんに届けるように、うん、あの今日はね、今からね、みんなでやっぱ春季さんにお誕生日おめでとうの歌をね、一回歌おうかなということで、いいですね、声出し OK ということでね、はい、じゃあ、何しようか、あの名前のとこ、春季、春季、あ、そっち、ハッピーバースデー、ハルキー。ハッピーバースデー、ディア、ハルキー。オッケー、オッ
オッケー、じゃあ皆さん行きますよ。はるきさんに届けるように、はるきさんちがどっかちか分かんないんですけど、どっちか分かんないですけど、勘で言ったら多分こっち。あ、じゃあこっち。でもゆきちゃんの勘だからね。あ、じゃあ待って待って、ゆき免許持ってないけど Google マップめっちゃ使うけ。いけるいけるいける。じゃあ向こう向いて皆さんで、古から Google マップだから絶対あ、あの動画撮ってください。これはるきさんに向けてみんなでお誕生日おめでとう歌いましょう、はい、せーの。ハッピーバースデーハルキー、ハッピーバースデーハルキー、ハッピーバースデーディアハルキー、ハッピーバースデーハルキー。おめでとうございます。おめでとうございます。もう今頃ぐっすりね、気持ちよさそうな顔で寝とるよ。いい夢見てる。そう、いい夢見てるかな。はるきさんね、今日ね、はるきさんお誕生日ということでね、はい、ですけれども、うん、はるきさんに届けられるように私たちも全力で盛り上がっていきますので、皆さんも全力で楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、ということで早速次の曲聴いてください。ミゼリー。この声は歌わないで、愛の叫びから
拾い集めた。でもどうしてだろう、寂しさに襲われたんだ。
これで私たちのライブは以上となります、はい、ということでね、この後スタブリスさんのライブありますので今日は皆さん全力で楽しんで帰ってくださいということで、その後はウェパの方の参加させていただきますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、ということで以上私たちクソモーメントアイルプラスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。